こんばんばはスピリチュアル研究家の楓です。多くのツインレイ男性はツインレイ女性に出会うまでそれは例えるなら木々が生い茂り歩くたびに枝に体を引っかかれる森をさまようようなものその森のどこかにツインレイ女性がいると信じているからこそツインレイ男性は魂を傷だらけにしながらも歩み続けることができるのです。 この動画ではそんなツインレイ男性が受ける魂の傷についてスピリチュアルの知識を交えて解説していきますツインレイ男性がツインレイ女性と出会う迷子に受ける傷は主に次の4つです。孤独のののの傷、傷、傷、傷。不不安の傷ツインレイ男性の傷つく理由とその傷を癒やすためにツインレイ女性にできることを見ていきましょう。 ツイインレイ男性の傷一孤独多くのツインレイ男性が抱える傷が孤独ですツインレイ男性はツインレイ女性と出会うまでこの世界のどこにも自分の居場所はないと孤独感でいっぱいになり孤独だけで魂を傷だらけにしてしまうこともツインレイは宇宙の彼方の星から地球に転生してきたスターシードであることも多くこれまでに 多くの輪廻転生を繰り返しています。そんなスターシードにとって地球は留学先の外国ような場所であり物心ついた頃からホームシックに似た孤独を感じることがあります。そんなツインレイ男性の孤独感を救ってくれるのが同じ運命を歩むツインレイ女性なのですツインレイ男性を孤独感から解放する方法はシンプルにツインレイ男性に寄り添うことです ツイインレイ同士が出会ったらたとえ住む場所が離れていてもどちらかが既婚者でも心のつながりが断ち切られることは決してありません。ツインレイ男性がこの人と一緒にいると安心できると居場所を感じてくれるまでツインレイ女性はつかず離れず彼に寄り添いましょう。ツインレイ男性の傷に不審傷だらけのツインレイ男性は ツイインレイ女性以外の全てに対して不信感を抱くことがありますツインレイ男性が他人に対して壁を作る理由は次の2つが考えられますツインレイ女性が自分の深層心理を知る唯一無二の存在だからスターシードにとって地球人は親でも親友でも他人と感じるからツインレイ男性にとって同じ魂を二分割したツインレイ女性は もう一人の自分のような存在であり肉体が分離していても感覚的には他人ではありませんそしてツインレイ女性以外の肉体も魂も完全に分離した存在は信頼の程度こそあるものの他人にカテゴリー分けされるのです心の底から信頼できる人がツインレイ女性ただ一人であるために誰も信じられないという不信感で。 傷だらけになるツイインレイ男性が多いのです不審の傷でいっぱいのツインレイ男性を救う方法もまたツインレイ男性に寄り添い一番の理解者でいてあげることです親にも兄弟にもできずツインレイ女性だけができる運命を共に歩むことを続ける限りツインレイ男性は必ず徐々に心を開いてくれるでしょう一心同体ならぬ 一魂同体な関係だからこそツインレイ男性が女性に対して不信感を抱き続けることはありませんもしツインレイ男性にいつまでも壁を感じる場合その相手はニ節ツインレイかもしれませんツインレイ男性の傷3頭皮傷だらけのツインレイ男性はこれ以上傷つくことを避けるために傷つく可能性のあるものから逃げてしまおうという。 頭皮の状態に陥ることがあります信頼しなければ裏切られることもないという自己防衛の心理にも似ていますね頭皮の傷はツインレイ女性と出会う前はもちろん出会った後も嫌われることを避ける目的でツインレイ女性と距離を置く場合もあります自分は彼女に釣り合わないといった自分に対する不信を抱く場合も多くツインレイ女性と関わることで 魂が傷だらけになってしまうこともあるのですパートナーから離れたいという頭皮の心理はツインレイの2人に訪れるサイレント期間という試練の一部でありツインレイ男性自身が乗り越えなくてはいけない課題ですサイレント期間とはツインレイ同士の距離が一時的に離れ音信不通になる時期のことツインレイ男性はツインレイ女性から逃げることであえて孤独になり 執着を手放して自立するパートナーを守る力を身につけるパートナーの愛の偉大さに気づくといった魂の成長を重ねていきますつまりツインレイ男性はサイレント期間中に魂の傷を自ら癒し頭皮の壁を乗り越えることができるのですツインレイ女性にできることは男性の自立を信じてただ待つこと 立派に成長したツインレイ男性と再会する喜びを想像しながら自身もパートナーへの執着を手放し自立に向かいましょうツインレイ男性の傷よん不安ツインレイ男性は女性の想像以上に繊細な心を持っていることが多く不器用な愛情表現をしますそして誰よりもパートナーに一途だからこそ愛されなかったらどうしようという。 不安のの傷を抱えるることになるのですツインレイは多くの輪廻転生を繰り返す中で再会できなかったパターンの人生も経験していてその時の記憶は潜在意識に刻まれています。現世で会えないかもしれない不安を抱えながら地球に転生してきたツインレイが奇跡的に再会できると二度と手放したくない。と過去世の別れを恐れ ツイインレイ女性を束縛したり愛されることに執着したり独占欲に駆られることがありますツインレイ男性が不安のために傷つく原因も頭皮の傷と同じく魂が成熟していないからですツインレイ男性が不安から束縛をしたり独占欲を持った時もサイレント期間を経て自己の魂を成長させるほかありません女性側から愛を与え続けても ツイインレイ男性はやはりそれ以上を求めてしまい愛することに疲れて共倒れしてしまいますツインレイ男性の成長をちょうど良い距離感で見守ることが傷だらけのパートナーを救う理想的な方法です今回のおさらいをしましょう孤独の傷ツインレイ男性に寄り添う不審の傷ツインレイ男性の一番の理解者でいようと努める頭皮の傷 サイレント期間を共に乗り越える不安の傷ツインレイ男性の成長をつかず離れず見守る傷だらけのツイン男性を救うことができるのは本人以外ではツインレイ女性徒が一人ですまたツインレイ男性にはパートナーと愛を育みながら魂の傷を自ら癒す力があります過保護にならず見捨てることもなくツインレイ男性を優しく見守ってあげてくださいね